ポゼッションだったりサイド攻撃っていうのもあるんですけど、やっぱりそのゴール前でチーム全体で体を張れるっていうのを持っていて、自分も入ったらそういうゴール前でのそういう精度っていうのにこだわっていきたいです。J リーグでは珍しいチームというか、後ろからつないでどんな状況でも、後ろから自分たちのパス回しポジションをしてゴールに行くっていうのが印象強いです。僕は茶島選手を目標にしてて、自分 の, そのウェイクポイントである、運動量だったりそういう部分で、あの選手うまいと思うんですけど、その中でも運動量が多くて、自分にないものを持っているなと思って、はい、茶島選手目標にやっていきたいです。自分は、以前所属していたサンフレッチェ広島に所属していた高木選手なんですけど、ゴール前でのアイディアだったり、味方と連携したプレーが特徴的だったので、それを見習って自分もそういう選手になりたいなと思っています。プレーの面でもそうなんですけど、本当に誰からも応援される選手になりたいっていうのをまず高校3年間でそれを思っていて、それを継続してやっぱりそのそれは本当に難しいことだと思うんで、プロになっても誰からも応援される選手っていうのを目標にやっていきたいと思います。自分は、将来なりたい将来、日本を代表する選手になって小さい子どもたちに夢や希望を与えられるような選手になりたいと思います。ベースである守備の部分だったりハードワークの部分を自分はすごい頑張りたいなと思います。でキャンプでは、本当にスムーズに練習に溶け込めるように、今はフィジカルのコンディション調整だったり、コミュニケーションの部分を、意識してやっていきたいです。自分の特徴はどこのポジションでも、こなせるってところなんですけど、それでどこのポジションをやっても自分の武器を出せるようにチームの味方と、コンビネーションだったりうまく連携を取りながらやっていきたいと思ってます。キャンプでは去年も参加させていただいてるんですけど、去年はちょっとお客さんって感じだったので、今年はしっかり、遠慮しないで自分の、ストロングポイントを出せるように頑張っていきたいと思います。正直、まだオリンピックはテレビで見るもんだと思っていましたけど、やっぱり18の代表に入ってからはそれが現実的になってきて、まずは今代表にコンスタントに入ることを意識してやっていくよと、本当にやっぱ将来的には近い将来はオリンピックに出場したいと思ってるんで、まずサンフレッチェで出場して、それで本当にオリンピックでは中心選手となれるように頑張っていきたいです。まず年代別の代表に、定着させて、アンダー20のワールドユースがあるんですけど、そこにも出れるようにすることと、チームで結果を出して出場していけばおのずと、代表オリンピックのメンバーに入っていけると思うので、まずはチームで結果を出していきたいと思っています。自分もおとといから来てるんですけど、おとといお好み焼きを食べて、そうです、美味しかったです。はい、以上です。自分もって言わずに好きな食べ物はチョコレートです。以上です。選手との距離が近くて、すごく優しい方だと思いますし、インタビューとかを聞いてるとその広島全体で、戦っているなという気がして、すごくいい人だと思います。サンフレッチェ広島のことを、第一に考えて、選手間での選手との溝というかそういう距離も近くて、練習なんかでも一緒にジョギングしたりとかもしてるので、やっぱそういう選手との距離が近いかなっていうそういう印象です。森島森氏ね。ありがとうございます。
自分は下の名前で陽一で大丈夫です。ありがとうございました。高校時代は被ってないんであんまり思い出とかはないんですけど、練習四日市中央工業の練習参加とかで一緒に練習したんですけど、その時から、速くて上手くて、すごい選手だなと思ってました。それでこれから同じチームメイトになるっていうことで、本当に足立さんが言うように自分のパスから、浅野さんのゴールだったり、逆に浅野さんのパスから自分が点決めたりしたらいいなと思います。